アジャイルな考え方って自分で体験しないとなかなかわからない、やってみたらいいのかなっていう疑問符付きの気持ちになってもらう。皆さんこんにちは、 SE プラス IT 教育チャンネルナビゲーターの寺井です。早速ですが今回のテーマはこちら、 SE プラスカリスマ講師陣紹介シリーズ第16弾です。はい、では今回紹介させていただく講師はアジャイルコーチヤットムこと安井努講師です。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですが簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、安井と申します。アジャイルに関わって何やかんやでもう20年近くやっています。もともとはアジャイルなチームのプログラマーとしてのメンバーだったり、あるいはアジャイルを導入したいチームのリーダーということをやっていたり、はい、あるいはまあトレーニングをやったりっていう形でいろんな形でアジャイルに関わってきて、最近はアジャイルコーチということでアジャイルを指導したり導入をお手伝いしたりすることをやっています。ありがとうございます。ちなみにはい、ヤットムことっていうふうにご紹介させていただいたんですけれども、はい、由来自体は安井つとむでヤットムなんですけれども、はい、社会人になってから会社の同期があだ名がないのはなんか呼びにくいからなんとかしようっていうことでいろんな案を出している中で誰かがふっとヤットムって言い出したらみんながそれだってなってあっという間に広まりました。あだ名がもうしっくりきすぎていて今日ちょっとヤットムさんってお呼びさせていただきますので、はい、そう呼んでいただけると、はい、とても嬉しいです。ありがとうございますよろしくお願いします。ヤットムさんは現在アジャイルコーチとして SE カレッジだったり障害者でやっているコードチンアカデミーなどで、はい、アジャイルに関する研修をいろいろされてきているかと思うんですけれども、どういったきっかけでこのアジャイルというもの自体に関わるようになったのでしょうか。はい、アジャイルっていうものが生まれたのは2001年なんですけど、はい、ちょうどその前後からなんで本当に黎明期の時からまあ運よくかかることができていて、はい、XP エクストリームプログラミングっていうのが日本で紹介されたのが99年とか2000年ぐらいです。その頃社会人として2年目3年目ぐらいの時だったんですけれども、プログラマーの仕事をしていて、あ、なんかこれは面白そうだなと思って勉強したり、当時今でも第一線で活躍されてますけど日並健二さんが XP ユーザー会っていうのをメーリングリストとかオフ会とかを始めていて、はい、でそういうところに参加して一緒に勉強させてもらったりしていたというのが始まりです。でもう一つきっかけがあったのが、はい、まあ、プログラマーとしてお仕事で現場に呼ばれて行ったんですけれども、たまたまそこが XP を実践してたんですね。開発ルームにプログラマーもいるけどお客さんも来て一緒に話をしたりしているっていう、当時としては非常に画期的な環境があって XP を体験したりそういう風景を見たりしていた。でそこからいいな、やりたいなと思って、それを自分の会社にそのやり方を持って帰ってきてやりたいなって思ったあたりからアジャイル XP を自分の仕事として取り込むっていうことを始めました。そうだったんですね。ヤットムさんはアジャイルに関する書籍を翻訳とかもされていると思うんですけれども、はい、特に技術系の書籍とかだとすごい難しい単語とか出てくるんじゃないのかなっていうイメージなんですけれども、はい、そもそも英語とかは得意だったんですか。はい、英語をこれまたできるようになったというか使うようになったきっかけがあって、はい、大学の時に電気通信大学にいたんですけれど、はい、そこの英語の先生に酒井邦秀先生っていう方がいらっしゃいます。もう退官されてますけど、はい、その人実は英語学習の界隈で有名人で多読、多く読む多読っていうやり方を、はい、多分最初に言い出した方なんです。そんな方が近くに、はいはい、で最初の授業で先生はでっかい段ボール箱を持ってきて、でここには英語の本がぎっしり入ってるんです。でこれをデスクの上にドンって置いて、こんな本を好きなのを読んでください、授業で特になんか喋ったりはしませんと、本を読んでもいいし、まあ、内職してもいいし昼寝もしてもいいよ、おしゃべりだけは迷惑だからやめてねっていう授業だったんですよ。すごいすごい授業ですね。そうなんです。当時としてもめちゃめちゃ画期的で学校の中でも批判されたりしてたらしいんですけど、でもそれを崩さずにやっていて、でその先生が、まあ、時々ちょっと話してくれるんですよ。単語についてとか文法についてとか、それもすごく面白かったし、やっぱりその授業のやり方そのものがすごい魅力的だったんですね。それでもう一ひねりあって、はい、1年生の英語の授業です。1年間あります。ところが半期で何かの事情で先生が変わっちゃったんですよ。社会先生から別の先生に、はい、次に来た先生は全く悪い先生でも何でもないんだけど普通の英語の授業をやる先生だったのでつまんない、やだ
と思って仲間3人ぐらいと、はい、その坂井先生のところに何とかしてくださいって言いに行ったんですね。あ、そうなんですね、うん、そしたら、あ、じゃあ研究室に通ってくれたら単位あげるよって言われたんです。なのである意味先生のマンツーみたいな感じで研究室に遊びに行って、で英語の本借りて読んだり、ただの雑談をしたり、英語の授業っていうよりは坂井先生にくっついていたんですね。でその中でいろんな体験ができて、じゃあ本をたくさん読むと僕もいいんだけど、映画とかをたくさん見るのもいいんじゃないかっていうことで多分当時実験していて、その実験台になって一緒に見て、はい、ここなんて言ったと思うみたいなのを言ったりとか、英語字幕で見たり字幕なしで本当に見てみるとか、はい、ゲームもその中で英語のゲームをやってみるっていうことをやったり、先生が中学生向けに教えているところに手伝いに行ったりとか、いろんなことをやって、その中で英語に触れていきました。自分の中で坂井先生について一番大きかったのは指輪物語という小説があります。映画の中ロード・オブ・ザ・リングですよね、はいはい、あれの原作って、まあ、ペーパーバックで3冊でこんぐらいあるんですよ、うんうん、1000ページとかすごい、うん、でこれを英語で全部読むっていうことをやりました。3年ぐらいかかりましたけど、でもやりきったんですね。はい、多読っていうスタイルもすごくよくて、分かんない単語は飛ばす、辞書は引かないっていうスタイルなので、どん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 読めるんですね。なのでそのスタイルで英語が全体的にできるようになりました。じゃあちょっとまた話題変わるんですけども、はい、ヤトムさんは看板ゲームとか宝探しゲームだったりアジャイル系のゲームを用いたワークショップとか多くされていらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、なぜこういったゲームを開発されるようになったんですか？はい、もともとゲーム好きです。コンピューター使ったゲームも好きですし、はい、でもボードゲームも好きだし、あとテーブルトークロールプレイングゲーム、今また流行ってますけど、それこそ高校の頃とかに仲間内でやったりするっていう形で、はい、いろんなそのゲームにはいろいろ触れて好きだったんですね、はい、でアジャイルなことをゲームでなんとか体験できないだろうかって思ったんですけど、それは例えばアジャイルの研修をやりますと、でもそれは喋るだけでなかなか人に伝わらないというか、言葉としては伝わるんだけど実感を持って理解してもらえないというか、あるいはそもそもアジャイルなアプローチというのかな、アジャイルな考え方って自分で体験しないとなかなかわからない、はい、理解できないものがすごく多いです、うん、言葉として理解してする判断と実際に自分が体験してする判断が大きく違うことが多いなと思っています。なので短い時間 で仕事とは離れた場で何か体験できるような形があるといいなと。ゲームってその人のエンゲージを引き出すと思うんですね、はい、前のめりになって本気になってあれこれ工夫してそういう気持ちになって考えることが本当に実体験に近い、自分の中でも変化を生ん で本当の仕事の現場にいた時も変化した行動が取れるようになるんじゃないかと思ってます。なるほど。やっぱりその情報を伝える、知識を伝えるじゃなくて、それはやってみたらいいのかなっていう疑問符付きの気持ちになってもらうことを大事にしているというか意識しています。つまりなるほどそうやればいいのね、分かったって思っちゃうとちょっと行動力にあんまりつながらない感じがするんですよ。やればできるから今はやんないよってなりそうなで、そうじゃなくて、あ、そういうのが良さそうだけどやってみないと分かんないなってなった時にちょっとこの腰の浮く感じですかね、になってほしいなっていう絶妙なところ、はい、あともう一つ教育で大事にしてることがありまして、普通に仕事をしている人がこうアジャイルに出会うわけです。そうすると何これよくわかんないってなるんですけど、この人が興味を持って他の人と喋ったり相談したり、あるいはちょっと試してみたりして、こういうことかな、こういうことかな、さらにアジャイルコーチみたいな人と相談したりもしながらやっていくと、だんだん、あ、もしかしたらこうかも、あ、こういうことかもっていうのがだんだん分かってきます。そうするとやがてこの人の普通がいつの間にか違う普通になっている、こんな風になるお手伝いをしたいなと思っています。これまでこう講師生活を続けられてきた中で一番苦労されたことって何でしょうか？苦労ですね、はい、やっぱり伝わるかどうか、うん、理解してもらうような伝え方とか本当に伝わったかどうかっていうところが苦労したり心配したり、最終的には本当に伝わったかどうか分かんないので気に病んだりするところですね、うん、あるところまでは研修講師っていうのはやっぱり成果をちゃんと出さないといけない、ちゃんと理解されないといけない、例えばテストをするとか理解度チェックをするとか、はい、そういうのは必要だしそこで結果を出さなきゃいけないっていうふうに思っていました。もちろん今でもそういう側面もあるんですけど、今やりたい仕事としては逆に言うとなんか例えば Java を単純に教えますみたいなことあんまりやっていなくて、はい、何らかの行動変容
Java が理解したから Java の仕事ができますっていうよりは、今やってる仕事に対する振る舞い方が変わるとか、今やってるような考え方と少し違う考え方ができるっていうような、ある意味すごいちっちゃな変化、些細な変化であっても、それが埋めればいいな。だから理解するとか伝わるとかは、ある意味諦めるっていうとちょっと変なんですけれども、本当の意味で言いたいことが伝わらなくてもいいや、でもその人の中で何か起こったら自分はそれで満足だなって思うように変わってきている気がします。確かに検証終わって伝わったかっていうのは難しいですけど、要は人によってその響くポイントっていろいろあると思うんです。そうですね、理屈を聞いてあって思う人、事例を見てなるほどって思う人、手を動かして思う人、文字が得意な人もいれば音声が得意な人とか、いろんなチャンネルとかいろんなポイントがあると思うので、ある意味こう多様な形でプレゼントする、ある時はロジックの話をする、ある時は自分の体験談の話をする、うんうん、ある時はなんか世の中のめっちゃすごい人たちの話をするみたいな形で、一人ずつについて響くポイントは違うんだろうけど、一人ずつなんか響くポイントが一個ぐらいはあるよといいなってことをイメージしながら作っています。あれですね、釣り糸をいっぱい投げて一個でも釣れたらいいかなっていうような気持ちですかね、はい、なるほど。逆に今までで一番嬉しかったこととか何かございましたか、うん、はい、一つは自分が伝えたいことがまさにピンポイントで伝わった時はすごく嬉しいです、うん、もっと嬉しいのは、自分はこういうつもりで伝えてたんだけど、はい、相手はなんかもっと全然違うレベルのことを気がついて、あ、そういうことも確かに言えますね、すごいなってこっちがびっくりすることがあって、そういう時はすごい楽しいですね。例えば心理的安全性ゲームをやった時なんですけれども、はい、心理的安全性ゲームってやると大体、あ、やっぱりコミュニケーションが大事ですねとか、やっぱ言いにくいことを言えるような関係性って大事ですねみたいな、あ、そうなんですよねっていうことが出てくるんだけど、ある時多国籍チームっていうのかな、いろんな国の人が集まってる一個のチームでやったら、このゲームあんま意味ないですねみたいなこと言われたんですよ、はい、僕たち平気ですみたいな。心理的安全性ゲームって、例えばゲームの中でカードを引いたら、それはお前のせいだって言わなきゃいけないとか、知らんって無視するみたいなことをしないといけないんですけど、そういうことをされるとみんなちょっとドキッとしたり、そうですね、うん、あ、こんなことは言えないなって思っちゃったりするんだけど、僕らは平気で言えますと。多分普段からそういう心理的安全性が非常に高いレベルにあって、言うべきことを言いたいことは平気で言える関係性ができているという世界が実際にあって、まさに目の前で事例を見ることができて、これをみんなに目指してほしいなって思いました。確かにそうなるとちょっと気づかされるというか、はい、それでは最後にですね、この動画を見ている方々に向けて一言メッセージをお願いします。アジャイルについて教えるという講座を SE カレッジでやっていたり、あとは例えばテスト駆動開発に触れてみる、それからモブプログラミングに触れてみるっていうのをコードジンアカデミーでやっていたりします。やり方を教えるというよりは、皆さんが参加して、あ、これはちょっとやってみようかなっていう、ちょっと腰が軽くなることをイメージしてやってるので、ぜひ参加して次の行動につながる何かを掴んでいただけたらとても嬉しいです。ヤットムさん、本日はありがとうございました、はい、本当にありがとうございました。ということで、本日はヤットムさんにインタビューをさせていただきました。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。